はい、どうも、スマイルトリプルナインです。本日紹介するのはこちらになっております。はい。ローソン限定のプリキュアオールスターズ2015年カレンダーになっております。はい。なんとローソンで、こういうのが売っておりましたので、はい、ご紹介していきましょう。はい、前のデザインはこうなっております。はい。絵の方には、キュアムーンライト、シャイニーイルミナス、キュアパッション、ミルキーローズ、キュアミューズ、キュアエース、キュアフォーチュンがいます。はい。そして、プリキュアオールスターズと、字で書いてますね。はい。そして、上には2015年カレンダーと、英語で書いてあります。そして、左にはおなじみのプリキュアオールスターズのマークがあります。そして、で、著作権のマークが ABC の東映アニメーションとなっておりますね。はい。そして、後ろを見ると、こうなっております。はい。ラインナップが載ってますね。これが載っているということですね。1月から、12月まで。はい。そして、年間表もあると。そして販売元が、やはり、東映アニメーション株式会社ですね。はい。そして、定価が926円の税別となっております。はい。じゃあ早速、中身を見ていきましょう。はい。これが1月になってますね。1月の絵は完全にどこかで見たことありますね。そうです。これ、ハピネスチャージプリキュアのエンディングですね。エンディングの時の CG 絵ですね。なるほど。分かってきましたよ。これ。はい。つまり、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。全部、つまり、多分、使い回しかな ?CG キャラの映像の。多分、そうかもしれません。じゃあ、見ていきましょうか。はい。これが2月です。2月はドキプリになってますね。はい。うん。どっかで見たことある、これ。はい。このドキプリの CG も。うん。で、3月は、はい。3月は、はい。スマプリになっております。はい。いいですね。はい。でも、明らかに、あれですよね。はい。これは、ニューステージ3のエンディングの時にあった CGA ですね。はい。全くあのままですね。はい。で、4月。はい。4月は、スイプリとなっております。はい。これもなんかどこかで見たことある感じですけども。はい。まあ、カレンダーになるんだったらいいんじゃないでしょうかね。じゃあ、5月。はい。5月は、ハートプリになっておりますね。はい。これもなんかどこかで見たような感じですけども。はい。では、じゃあ、6月、行きましょう。はい、6月になっております。フレプリですね。はい。これもやはりどこかで見たような感じですけども。はい。では、7月、行きましょう。はい、7月は、フリファイブ、55になっております。はい。これもね、あれですね。はい、ニューステージ3のエンディングの時の CGA ですね。はい。そのままですね。8月、じゃあどうなってるか見てみましょう。はい。8月はスプラッシュスターになっております。はい。これも、うん、どこかで見たような感じですけどもね。はい。うん、絵は。では、じゃあ次、9月。じゃあ9月はもうあれですね。はい。はい。9月はマックスハートですね。になっております。これはニューステージ2かな?多分。この CG に関しては多分。このポーズどこかで見たことありますよね。はい。これあれですね。はい。この空の向こうですよね。ドキプリの。はい。あれの時のポーズに似てますので、もしかすると、そうかもしれません。はい。じゃあ10月行ってみましょう。はい。10月です。10月は、これは、ニューステージかな?はい。ニューステージの最初の時ですね。の、はい。これはもしかすると、はい。スマプリの、イエイエイエイのところ。ダンスですね。の時の CGA になってますね。はい。じゃあ次が。はい。やはりそうですね。ニューステージ2の、はい。ドキプリのこの空の向こうの時に歌って踊ったダンスの映像になってますね。それがまんま絵になってます。はい。じゃあここまで来ると12月は、はい。やはりニューステージ3の CGA になっております。これあれですよね。入場者のプレゼントの時もらったあのカードの絵ですね。はい。それがまんま使われております。はい。次は何でしょう?はい。あとはもう年間表だけですね。1月から12月までいろいろ、まあ書いておりますね。はい。
ローソン限定プリキュアオールスターズ2015年カレンダーの方を紹介しました。はい、ちょっと物足りないところもまあありましたね。はい、表紙絵は完全に新規の CG 絵ですよね。はい、イオナちゃんこと、はい、キュアフォーチュンもいるんで、まあ間違いないでしょう。で、1月から12月の CG 絵が完全にプリキュアのエンディングとかで使われた CG 絵をそのまま使い回してる感じでしたね。はい、そこはちょっと残念だったかな。うん、まあ新規 CG 絵にして欲しかったところですかね。はい、で、サイズ感に関してはいいと思います。まあノートのようなサイズで、見開くとまあカレンダーになるという感じですね。はい、ポスターだとね、はい、長いんで、うん、やはりこのサイズ感はまあいいんじゃないでしょうかね。はい、では今回はこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。では皆さん、次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。スマイルトリプルナインのチャンネル登録はこの画面からゲット。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録よろしく。